はい、皆さんこんにちは、もちだです。もっち先生の英文法入門編従属説の話、4回目の今回は疑問詞を用いた説その3ということで、疑問副詞を用いた名詞説の話をしていきます。それでは今回もよろしくお願いいたします。疑問詞を用いた説その3、今回は疑問副詞ということで、まずは where を用いた名詞説のお話から。 You live somewhere、 あなたはどこかに住んでいる。 live という動詞の後に somewhere、 どこかという場所を表す副詞が置かれています。しかし somewhere ではどこかに住んでいるということはわかるんですけれども、具体的にどこなのかということがわかりません。そこで somewhere を where という疑問詞に置き換えて名詞説にすることができます。この somewhere を where という疑問副詞に置き換えて説の先頭に移動させます。そうすると where you live という説ができます。あなたがどこに住んでいるかという日本語に対応します。なお live の後の場所の副詞があったところというのは移動してしまいましたので、移動の後として欠けが生じています。例文で見ていきます。疑問副詞を用いた場合は、WH 疑問文と WH 説では語順が異なります。WH 説では、述語の一部が先頭に移動することはありません。主語プラス述語動詞という語順が保たれます。Where do you live? こちらは WH 疑問文。あなたはどこに住んでいますか?という日本語に対応しますけれども、Do you live? というふうに Do が You、主語の前に移動しています。一方、Where you live?こちらは WH 説で、You live、主語述語動詞の語順が保たれています。あなたがどこに住んでいるか。これを文の中に埋め込んでいきますと、He knows where you live。これは主語プラス述語動詞プラス WH 説、平序文の場合ですね。彼はあなたがどこに住んでいるか知っています。さらにこれを疑問文にしますと、Does he know where you live? これは主語プラス述語動詞プラス WH 説を疑問文にしたもの。彼はあなたがどこに住んでいるか知っていますかという日本語に対応します。続いてこちらの文もご覧ください。You have come from somewhere. あなたはどこかから来たという文なんですけれども、今度は副詞であるはずの somewhere が from の後に現れています。英語ではこのように from の後に場所を表す副詞が続くということがあるんですね。前置詞プラス名詞の位置に場所の副詞が生じることがあるわけです。そしてここから名詞説を作る場合に、somewhere の部分だけを where に置き換えて、その where を説の先頭に移動させます。で、そうすると、where you have come from という名詞説ができます。あなたはどこから来たかという日本語に対応するわけなんですが、ここで注意すべきなのは、from という前置が残ります。where you have come from で、from の後が移動の後として欠けとなっています。つまり where 自体は疑問副詞なんですけれども、動詞の後に from という前置が残っているということに注意が必要です。さあ、こちらも例文で見ていきましょう。やはり疑問副詞を用いた場合ですので、WH 疑問文と WH 説で語順が違います。WH 説では述語の一部が先頭に移動することはありません。Where have you come from? こちらが WH 疑問文で、あなたはどこから来ましたか? Have you come? ですね。現在完了形の have が you の前に移動しています。一方の WH 説の方は、Where you have come from? となっていまして、あなたはどこから来たかという日本語に対応しますけれども、have come が2語セットで元の位置に固定されています。で、この Where you have come from? という説を埋め込んでいきますと、例えば、He knows where you have come from. こちらは主語プラス述語動詞プラス WH 説、平序文の場合で、彼はあなたがどこから来たか知っています。そしてこれを疑問文にしますと、Does he know where you have come from? となりまして、主語プラス述語動詞プラス WH 説、疑問文となって、彼はあなたがどこから来たか知っていますか?という日本語に対応します。続いて見ていく疑問副詞は、When です。When を用いた名詞説。
Your son will leave Osaka sometime. という文。息子さんはいつか大阪を離れる。この文、文末に sometime という副詞があります。時を表す副詞でいつかということなんですけれども、ただ具体的にいつのことなのかということは言っていないわけですね。そこでここの sometime のところを when という疑問副詞に置き換えて、節の先頭に移動させることで名詞節を作ることができます。When your son will leave Osaka 息子さんがいつ大阪を離れるかという言い方ができます。なお、文末にあった sometime が when となって節の先頭に移動しておりますので、大阪の後の節末、節の最後の部分が移動の後として欠けております。さあ、こちらも疑問副詞のパターンですので、WH 疑問文と WH 節では語順が違っています。繰り返しになりますけれども、WH 節では述語の一部が先頭に移動することはありません。主語プラス述語動詞の語順が保たれます。When will your son leave Osaka? こちらは WH 疑問文で、息子さんはいつ大阪を離れますか？ Will your son leave? ですね。Will っていう助動詞が your son の前に移動しています。When your son will leave Osaka?こちらは WH 節で、息子さんがいつ大阪を離れるか。will leave ですね。主語の後に述語動詞 will leave が助動詞プラス原形の形でまとまっています。そしてこの when your son will leave Osaka っていう節を埋め込んでいきますと、例えば、you know when your son will leave Osaka。こちらは主語プラス述語動詞プラス WH 節。これを平序文で用いたもので、あなたは息子さんがいつ大阪を離れるか知っています。という日本語に対応。そしてここから疑問文にしますと、Do you know when your son will leave Osaka? こちらは主語プラス述語動詞プラス WH 節を疑問文としていまして、あなたは息子さんがいつ大阪を離れるか知っていますか？という日本語の言い方に対応しています。さて、疑問副詞にはあと2つ。why と how がありますけれども、今回は最後に why は使います。how は次回の動画でお話をしていきます。ではその why を用いた名詞節。You went to Tokyo for some reason という文で、あなたは何かの理由で東京に行ったという文ですね。前置詞プラス名詞のまとまり、for some reason です。何らかの理由で、何かの理由でということなんですけれども、ただ実際具体的にどんな理由で行ったのかっていうことはこの文からはわかりませんので、ここを、この for some reason っていう部分を why という疑問副詞に置き換えて、これを節の先頭に移動させることによって名詞節を作ることができます。Why you went to Tokyo っていう名詞節です。あなたがなぜ東京に行ったかという日本語に対応します。なお、ここでも for some reason がもともとありました、東京の後の節の末、末尾の部分なんですが、この部分が移動した後として欠けとなっております。さあ、例文で見ていきますけれども、why も疑問副詞ですので、疑問副詞を用いた場合ということで、wh 疑問文と wh 節の語順が違っているわけですね。wh 節では述語の一部が先頭に移動することはなく、主語プラス述語動詞という語順が保たれます。さあ、例文です。Why did you go to Tokyo? こちらは WH 疑問文で、あなたはなぜ東京に行きましたか ?Did you go ですね。はい、did が you、主語の前に移動しています。一方の Why you went to Tokyo? こちらは WH 節で、あなたがなぜ東京に行ったかという日本語になりますけれども、went ですね。you went、主語プラス過去形の述語動詞。この語順が保たれています。そして、why you went to Tokyo を文の中に埋め込んでいきますと、he knows why you went to Tokyo。こちらで主語プラス述語動詞プラス WH 節、平序文となっていて、彼はあなたがなぜ東京に行ったか知っています。となりまして、さらにこちらを疑問文にしますと、does he know why you went to Tokyo? となります。主語プラス述語動詞プラス WH 節、疑問文となりまして、彼はあなたがなぜ東京に行ったか知っていますかという日本語に対応します。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録をしていただけますと幸いです。概要欄で文法能力開発のご案内をしております。
どうぞよろしくお願いいたします。